はい、ポンチです。今年も来ました。もう大本命ですけども、スネークガード、ヘビユリです。ちょっと前に、食用ヒョウタンをやりました。で、ヒョウタンのことをガードっていう風に言うと、いう話だったんですけども、スネークガードである、ヘビユリですね。これはカラスウリなので、ヒョウタンではないっていうことを、ちょっと説明しましたね。いや、でもね、これ、ヒョウタンが出てたからそろそろヘビユリ来るんじゃないかなと思ったら、ちゃんと来てました。はい。もう素晴らしいですよね、これね。日本国内では、もう激レア食材だと思います。はい。なかなかお目にかかれないんですけども、このサイズで1本300円です。でね、重たいのかって言われたら重たくないんですよ、全然。中は空洞なので。はい。まあでもみずみずしい、非常にいい、新鮮なものが手に入りました。で、これをね、どうしようかなと。どういう食べ方が一番うまいんだろうかっていろいろ考えてたんですけども、この1年間ですね、考えた成果を出さなければいけないということで、結構プレッシャーかかってるんですけど、前回天ぷらがとにかくうまかったですね。天ぷらと、まあ特に、カレー風味の天ぷらが最高にうまかったんですね。このね、カレーと合うっていう点がね、まあ、非常に興味深かったんで、カレー風味のお寿司にしようと思って。中に全部こう詰めてやるんですよ。詰め塩。で、こう切ってね、棒寿司みたいにしようと。いうのは今回なんですけど、ちょっと待てよと。まあ、さっきちょっとスーパーで見かけて、我に書いたんですけど、カレー風味のお寿司ってあんのかっていう話ですよ、世の中に。あんまり聞いたことないですよね。でね、これでお寿司作るってことは、まあ、これカッパ巻きですね。カッパ巻きの真反対のものができるっていうね。このカッパ巻きっていうのは中にキュウリが入ってると。緑の野菜が内側で、外側が海苔巻きになってると。これを、内外反転させたバージョンが、こっちでできんじゃないのっていう。これ中空洞ですからね。他にこれができそうなものって、まあ、キュウリでもできなくはないですけどね。キュウリの中をくり抜けばね。まあ、カッパ巻きってなんでこんなうまいんでしょうね。これ、カッパ巻き一列しかない。あとこれ、かんぴょうですね。かんぴょう。うん。かんぴょうってなんでこんなうまいんでしょうね。俺だけなのかな、かんぴょうこんな好きなの。この、質感が本当に、独特ですけど。これなんでしょうね、これ。このオレンジの、蛍光のオレンジみたいな。明太マヨ。美味しいよ。ということでね。作っていきます。内外反転。そうだ、カッパ巻きが内外反転したやつ何点をつければいいんでしょうね。ヘビ巻き。いいっすかね。アナコンダロール。どっちかな？カッパの反対って何？カッパ。パッカ。パッカ巻き。パッカ巻きと、アナコンダロール。これ、作っていきたいと思います。本当に綺麗なお野菜でして、ほとんどね、さっと洗うだけで大丈夫です。丸々1本使っていきます。以前ね、トイレットペーパーの芯っていう風に私、形容してましたけども、中が本当にスボーンと抜けてます。で、最初に、中の綿を、取った方がいいですね。皮は非常に剥きやすいです。ただ今回はあんまり薄くなりすぎないように、そこだけちょっと注意してください。ほんと綺麗な緑の筒が現れました。で、これをそのままだとダメなので茹でていきます。だいたい1分から2分ぐらいです。で、それをすかさず氷水にとってます。これでもね、結構量が多いんで、しっかり氷入れた方がいいですね。さらにラップをかけて冷蔵庫で冷やすと。その間にお寿司の準備です。あれはだしマロスを入れて、で、そこに米がね、固めに炊いた米が3合分です。で、あれね、実は結構入れすぎてるんですよ。お酢を。ショットグラスでダブルとシングルの量をちょっと間違ってまして、で、途中でやばいと思って入れるのやめたんですけど、標準の量の 1.5 倍ぐらい入ってます。
でこれさすがにちょっと入れすぎだなということでご飯を足しましたね今ね。ただ結果的に言うとお酢が強い方が良かったのでだいたいね 1.2 倍から 1.3 倍ぐらいのすし酢を入れてください。そしてこのシャリを寝かせている間にカレー寿司の種作りをします。これは人参のしりしりですね、1/2本。そして鶏肉なんですけどもこれはささみを使ってます。筋をちゃんと取りまして細かくぶつ切りにしていくんですけど、できるだけね油のないお肉の部位を使うということで、まあ、冷めても美味しいということですね。でこれに酒とあと味塩コショウですね、これを振ってます。そして醤油じゃなくてナンプラーを入れましたね。さらにエスニックにしていくので、クミンシードあれ 2g、 それからカレーパウダーが 10g、 あれをテフロンのミニフライパンで空炒りします。これ最初は水分が飛んでないので結構時間かかるように思うんですけども、もう火が入り始めると一気に焦げていっちゃうので、もうすかさずもう火を止めて外してくださいね。ここでフライパンを変えまして、今入れてますのが干し椎茸のスライスしたやつですね。これもまあお寿司の具としては定番です。で先ほどのぶつ切りした鶏のささみで水を入れました。でそこでちょっと入ったのがあれがね、めんつゆです。3倍4倍濃縮ぐらいのめんつゆ、そこで先ほどしりしりした人参をたっぷりと入れて、でこれでね炒めながら、まあ炒め煮みたいにしていくということですね。で打ち水をしながら徐々に水の量を増やしていくという、そしてここまで一切油を使っていないというところもポイントですね。そしてこの一旦量が増えた水分をしっかり煮詰めていってください。そして最後の段階で先ほどのカレー粉を全部入れます。でこれもね水が完全になくなってしまうとちょっと混ぜにくくなるので少しだけ残しているような状態ですね。そしていよいよ酢飯と合わせていきます。今回2種類作るので、まあ、半分にご飯分けまして、まあ、1.5 合分ですね。それでだいたいあのフライパン1個分の具材でちょうど合わさります。しっかりと巻きるように混ぜ込んでいってください。いよいよ最終段階です。冷やしていたヘビウリですけど、あれ結構水がね出てくるんですよ。水分が多い野菜なので、でも必死で拭いてますけど、あれ中をね拭ってますね。あれはね綿の部分のヌメヌメがねかなりついてるんですよ。だからしっかりとその辺拭き取ってやって、で片方の穴をラップでああいう形で塞いでやって、でもガンガン詰めていきます。これでもかっていうぐらいにもう詰め込めるだけ詰め込むという、ほんとこれは巻き寿司ではなくて、まあ、押し寿司というか、まあ、棒寿司ですよね。そして今反対側をチェックしてるんですけど、あの詰めてる間も水が出てくるんですよ。なのでもう本当にまめにキッチンペーパーで水を取ってはこう拭いという、そういう作業が必要ですね。このあたりがねちょっと普通の野菜とは違う部分ですね。そしてもう一種類これから仕込むんですけども、そちらもやっぱりこうやって中までキッチンペーパーで綺麗に水分とぬめりを取ってますね。箸なんかで突っ込んでああやって紙で全部取り切るということ、やっぱねなんか青臭いネバネバした液体があるっていうのは嫌ですもんね。でこの内外反転のカッパ巻きですけども、内側に海苔を仕込みたいということで、シャリにあれは大盛り屋の刻み海苔です。あれは一番なんか細くて良かったですね。あれをたっぷり入れまして、先ほどと同じように片方をラップで塞ぐと、でどんどん入れていくということをやります。おかげさまでねヘビウリ割と丈夫なので入れやすいですね。であのサイズですんで、もう本当に棒寿司のためにあるような野菜と言えますね。そして盛り付けです。まあ普通に切って皿に並べていくだけでいいんですけども、このね棒寿司のダイナミックさをいかに画面からお伝えできるかっていうところですんで、非常に難しいですよねこういうのってね。そして思った以上にファンシーなんですよ。
見た目が可愛いというか、まあ、金太郎飴とかなんかテリーヌとかね、あとなんか派手なかまぼことかこんなんありそうですけども、はい、まあ実際は適当に並べて出来上がりです。世界中に広がっている日本のお寿司、今度は日本のお寿司が世界を知る番です。はい、いかがでしたか。なんとかやり遂げました。いやー、ちょっと意外や意外でしたね。こんなにヌメヌメしてるとは思いませんでしたし、まあ、ちょっとね、酢飯作りすぎたりとか、そういうアクシデントもいろいろありましたけども、やっぱりあれですね、かんぴょうですね。いつもかんぴょうかんぴょうって言ってますけど、生のかんぴょうはこの前扱いました。あれよりもかんぴょうっぽいですよ。かんぴょうよりかんぴょうっぽいっていうのもおかしいですけどね。要するに我々が乾物として知っているかんぴょうを、まあ、フレッシュにしてっていうイメージですね。リアルなかんぴょう以上にかんぴょうっぽいってなんでしょう。あれですかね、チョコプラの松尾さんが一光さん以上に一光さんがうまいみたいな、そんな感じですけども。これはこうなりましたからね。ほんまにこれ。どう思っていいかもわからない。かわいいですけどね。なんかファンシーな感じはしますね。さて、どっちから行きましょう。やっぱり味の薄い、反転カッパ巻き。カッパリバースにしますか。何のこっちゃわからへんな。こんなんでしょ。それではいただきまーす。思った以上にうまいです。で、ちょっとね、水っぽいとか、ぬるぬるしてるとか、そこが非常に心配だったんですけど、いや、みずみずしい感じで、で、適度な、そのゼリー感があるので、べちゃっとしてないし、水分をホールドしつつも食感も残ってて、まあ、ウリの青臭い感じも感じられて、それが酢飯と合うんですけど、ただ、これね、僕もどうするかすごい悩んだんですけど、このヘビ入りの部分を、まあ、酢で締めるっていうことを考えたんですよね、最初ね。ちょっと中が酢飯で外も酢だったらちょっと酢と酢でくどいかなと思って今回やめたんですけど、やっぱり味が外何もついてないので、いきなり口に飛び込んでくるのが味のついてない水っぽい野菜なんですよね、この謎の野菜が。これはちょっと気になりますね。やっぱバランスの問題？外にどうやって、まあ、味をつけていくかっていうことじゃないですかね。塩味、を入れると、やっぱちょっと、このフレッシュ感がなくなるのと、水が出てきちゃうので、やっぱり酢で締めた感じなんでしょうね。が、そもそもが無茶だったか。ちょっとやっぱぼやけた味になります。そこが問題ですね。いやでもこれうまい。もう、ちょっと何か工夫がいりますね。外をどうしましょう。やっぱなんか、白ワインビネガーかなんかで、バシッと、マリネできれば、うまいでしょうね、これ。これはね、おそらくキュウリでやっても同じことが起こると思います。カッパ巻きがなんで中にキュウリが入ってるのかっていうと、まあ巻きやすいからっていうのもあるんだけども、酢飯で包まれてるので、最初に海苔と酢飯の味が口の中に入ってくるんですよ。だから淡白な、まあ味のついてないキュウリでやっても、酢飯の味とよく混じって、そんなにね、なんかぼやけないんですね。締まった感じがするんですけども。これはね、締めてないんですよ、そういう意味では。ヘビ入り自体がね。よっぽど中身が辛いとかね、そういうことがない限りは非常に味のバランス感覚が難しいですけど。これですよ、意外と綺麗にできた。カレー風味。ね。ヘビ入りといえばカレー風味。これ私がヘビ入りに最も合うと。そう予想したものですけど。早速いただきます。アナコンダロール。これは完璧ですね。完璧です。もう予想をちょっと上回るぐらいうまいです。こっちの、ウチサソと反転カッパ巻きは、味がぼやけてるって言いましたけど、これは本当にさっき言った通りパンチ効いてるものが中に入ってて、この外の、みずみずしさで全部バランスが取ってるっていうね。だから内側だけで食べるとちょっと水が欲しくなるぐらいのちょっとパンチの効き方はあるんですけど、このヘビ入りの量と水分、
このバランスが完璧ですね。これはヘビウリに味をつけてないことが逆にいいですね。ヘビウリの風味も引き立つし、この味の濃さがバランスが取れてちょうどいいです。完璧ですね。これうまいわ。これも僕食べたことないので偉そうなことは言えないんですけども、こういうのによく似たものとしては世界にないのかって言われると、カレー風味の寿司っていうのはあんまりないような気はしますね。特に国内では僕見たことがないので、まあ、海外行けばあるのかもしれないですよね。スパイシーなお寿司、酢飯にこうカレー粉なんか混ぜちゃうっていうのはあるかもしれないですけど、ここまでスパイシーにやっていいっていう発想が海外にも自由にやってくれてんだったら、いいんですけども。あんまり聞かないですね。で、これだけスパイシーなご飯を野菜に詰めるっていう、そういう食べ方をしてる国っていうのはトルコなんですよ。キョフテっていうものがあります。だからハンバーグの肉詰めみたいなもの、結構ね、やるんですね。トルコ料理として。で、煮込んで、みたいな。で、そこにね、肉じゃなくてご飯詰めたりとか、こういう混ぜご飯みたいなのして炊いちゃうっていうね。だからこれ、イカ飯の発想でしょ。イカ飯はこれ、日本でも非常に珍しい食べ物だと思うんですけど、野菜とか、その、ブドウの葉っぱとか、そういうのなんで、スパイシーなご飯と、まあ、こういう肉を混ぜて、詰め物をして、煮込んで食べるみたいなのはあるんですよ。キョフテですね。それはね、僕食べたことないんで、偉そうなこと言ってますけど、食べたことないんですよ、僕。トルコの大使館のホームページで、トルコ料理なんとか協会みたいなんで、見ただけで、レシピを。うまそうやなと思いつつ。トルコはね、行ってみたいですね。すっごい興味あります、トルコ。不思議の国というか、文化的にも食文化の中ではね、食文化だけじゃなくて、なんか、すんごい、世界の中でも多分一番おもろい国なんじゃないですか、トルコあたりは。問題こっちやな、これ。これがなんか中途半端。いや、綺麗ですよ。綺麗だし、別にまずくないんですけど、こっちがうますぎるので、多分ね、こっちの普通の海苔酢飯の方も、この酢の味がヘビウリの方にだいぶ移ってきたら、うまいですね。まだちょっと若いというか、馴染んでないだけで。馴染んだらこれ結構うまいと思いますね。普通の寿司がやばい。いや、本当に。寿司は多分、うかうかしてられないでしょ。やんないわ、これ。どうしましょう。期間限定でヘビウリ寿司をコラボとしてやってみたいと。回転寿司チェーン。もしくは個人商店でもいいです。今だったらもう、ポンチチャンネルどこも注目してないんで、うちとやりたい放題ですよ。前のね、梅酒サバ寿司とかもね、相当うまいんですけどね、反響が全然ないんですよ。で、僕ブログの方にも書きましたけども、私のまあ、友人の、某寿司チェーンにお勤めの方がおられまして、で、どうなのって言って、こんなんやってんだけど、お前んとこでどうみたいな感じで軽く聞いたら、まあ一応その人見てくれて、確かにうまそうだけど、うちでは多分企画通らないよって言われて。まずその、衛生管理上良くないって言われたことがあって、別にね、その、大した問題じゃないように思うんだけども、自分たちの店舗でサバ寿司って作るのは難しいんですって、衛生管理上。サバ寿司って押してすぐに出すわけじゃないじゃないですか。一旦寝かせてっていう。で、僕の場合はまあ一晩冷蔵庫でっていうことをやったんですけど、まああれ1時間でも別に構わないんですよ。ただそういう手間自体が、まあ衛生管理上のあれに引っかかるっていうのと、まあ次々出せるもんじゃないから、つまり自分たちが今出してる商材の中でやりくりして、あれ組み合わせて出せるんだったらいいんだけども、新しくそこに工程を入れ込むとか、別のものを仕入れるっていうことはものすごくハードルが上がるらしいんですよ。でもそこで、まあみんな忙しくいろんな商材を準備してる中で、ちょっとそういう面白いことやってやろうっていうことの時間のロスとかものすごく手間とかかかるわけですよ。それに伴うコスト。新しい商材を仕入れなきゃいけないとか、新しい道具が必要になってくるとか。あとは寝かせてるって、ね、小一時間でも寝かせといたらそれでいいんですよっていくら言ったところで、寝かせておくためのスペースがちゃんと確保できるのかとか、衛生管理上どうなのかとかっていうことが、
検証したときに、あ、でもめんどくさいってなったら、そのめんどくささに見合うだけのリターンがあるかって、でそこ考えたときに、あ、でもこれ、しんどいけども、これだったらやらん方がいいよねっていう判断とかで、結構簡単に却下されちゃうというね、こともあるみたいですけど。いや、これうまっ。一人でこういうの食べてる場合じゃないんですけどね、僕もね。いや、友達におすすめをしようにもね、今もう夜中の1時回ってますから、誰かに、今だったら食べられますよって言ってもね、こう、迷惑ですからね、そういうの。何やこれ、適当に作った割にはほんまにうまいわ。意外にこの干し椎茸もうまいな。これはもうね、誰かの誕生日とかにこれ、やってあげてください。誰の誕生日？友達のインド人の誕生日もやってあげてください。